閉ざされたドアの中だけが私になれる場所、ここであなたが見せる優しさに偽りはないけど。天気が良さそうなんで南アルプス鳳凰三山の山旅に出かけることにしました。まずは韮崎駅から登山口のある青木高専まで歩くんです。今回の旅は鳳凰三山の登頂とともに南アルプスの登山基地になっている広河原に人力旅をつなぐことも大きな目的なんです。広河原はバスで入れるんですが、その道はね、自転車も人も通れないんです。今回広河原まで道をつなげておけば、あとはバスで入れるっていうわけです。ザックが重い。初めの林道歩きでもうバテ気味です。登り口から登山道になります。急坂をゆっくり登る。このペースだとね、どれだけ時間がかかるんでしょう。しかし無理せず登らないとダウンしそうなんだから仕方がありません。登山道はひたすら林間を行きます。眺望はありません。荷物が重いんで30分ごとに休憩を入れて登りました。結局標準タイムより1時間遅れで薬師岳山頂に到着しました。薬師岳山頂はね、広々してました。谷を隔てて北岳、愛の岳、納取岳の白峰三山が重厚な姿を見せていました。ちょうど北アルプスの長ヶ岳が槍穂高の展望台になってたように、南アルプスでは薬師岳が白峰三山の展望台になってるんですね。薬師岳から観音岳への道は稜線の気持ちのいい道でした。左に見える白峰三山の姿が少しずつ変化していきます。観音岳山頂に着いた時には北岳も愛の岳も雲にかかってしまいました。代わりにね、観音岳からの下山路で千畳ヶ岳がその雄姿を見せてくれました。ザックが重いときは下山時が要注意。何度かバランスを崩しましたが大事には至らず、無事鳳凰小屋に到着しました。結構登山者で賑わっててね、テントもいくつか張ってありました。荷物が重くハードな一日でしたけれど、なんとか乗り切ることができました。